面積0.35ヘクタールの小さな島クンタキンテ、島はガンビアのジュフレやアルブレダに近いガンビア川に浮かぶ島で、ガンビア川の川口から30キロメートル上流にある。かつてはジェームズ島という名であった。ジェームズ要塞という要塞があり、川の北岸にあるアルブレダやジュフレからは数キロメートル程度である。この島はかつて西アフリカの奴隷貿易の拠点と、 なっていた場所で、クンタ・キンテ島と関連遺跡群として、ユネスコの世界遺産に登録されている。イギリス人たちは16世紀にガンビア川流域に進出したが、工場的な拠点は気づいていなかった。それに対し、この島に最初に入植したヨーロッパ人は、クールラント公国のバルドドイツ人たちだった。彼らが植民地化するよりも前に、 イングランド王権によって1588年と1618年に2つの会社に対して承諾が与えられていた。それに対し、バルトドイツ人たちは1651年にこの島を地元の小王国であったバラの王から借り受けた。バラの王はこうした人体や売買の契約を様々な相手に繰り返しており、これもその一つに過ぎなかった。クールランド港はこの島を セイアンデレ島と名付け、1651年には、クールラント港、ヤーコップ・ケトラーにちなんで、ヤーコップ要塞と名付けた要塞を建造し、貿易拠点として利用した。その後、クールラント港の失墜に乗じて、広告料を代理保護するという名目で、短期的にオランダが掌握した。しかし、オランダと対立していたイングランドがそれを奪い、1664年に、 クールラント公国から正式に譲渡された。イギリスはヨーク港ジェームズにちなんでこの島をジェームズ島、ヤーコプ要塞をジェームズ要塞とそれぞれ解消した。島の統治は直興を得た王立アフリカ冒険商人会社に委ねられた。同社は主にこの島を造下や黄金の交易に利用し、後には奴隷貿易に利用した。 1669年8月1日には独占権はガンビア冒険承認会社にまたがしされ、1684年には王立アフリカ会社の手に移った。1695年にはジェームズ要塞は戦闘の末にフランスの手に渡った。イギリスは1697年に奪還したものの、1702年に再び奪われた。この時期には英仏間の戦闘や、 海賊の襲撃などによって、ジェームズ要塞は破壊と再建を繰り返した。1750年には、ガンビアの行政権は、王立アフリカ会社の後継にあたる、アフリカ承認会社が受け持つこととなった。1765年5月25日から1779年2月11日までは、ジェームズ島のイギリス領のセネガンビア州の一部だった。1779年に、 フランス軍によって、ジェームズ要塞は徹底的に破壊され、それ以降は再建されることはなかった。1783年のベルサイユ条約によって、ジェームズ島がイギリスに帰属することになったが、要塞を破壊し尽くされた島は1815年に完全に放棄され、その後は定住者もいなくなっていた。ガンビアの独立から間もない頃には、要塞は野草に覆われ、 大砲も錆びて捨てれていたというが、その後、史跡に指定され、現在では、かつての奴隷貿易の拠点として、世界遺産、クンタ・キンテ島と関連遺跡群に含まれている。アレックス・ヘイリーの小説、ルーツと、それを原作とする、テレビドラマによって、ガンビアの奴隷貿易は広く知られるようになったが、それらにおいて、ヘイリーの先祖として描かれた、クンタ・キンテも、 かつてはジェームズ島から奴隷として出港させられたという。そのクンタ・キンテにちなみ、2011年にジェームズ島はクンタ・キンテ島と解明された。ありがとうございます。